ももかです。ゆらりです。ひめかです。アリアです。ピラテピンクって言ったよ。ズンピンクラテティーピン始まるよ。イエーイ。というわけでお待ちかねの質問コーナー。イエーイ。はい、では一つ目の質問は、みんながしているダイエット方法や体重キープの秘訣を教えてください。ハートとか文字だそうです。なんかしてる？私はお風呂の中だったり、お風呂出てから小顔マッサージを、この部分をゴリゴリやって老廃物を流してます。私は走れる時は7キロ走ってる。7キロ？お母さんがマラソンのなんか人だから走ってるんですけど、多分真似できないから、真似できるのはやっぱ私もマッサージとストレッチで血行を良くするのをやって、あとお菓子を与えないようにしてます。で、お腹いっぱい食べないこと、腹8分目まで食べること、朝ごはんはちゃんと食べること、いっぱい食べたら踊ること。では次の質問。夏にぴったりのおすすめの髪型は？これ、私はお団子がいいと思います。自分でね、髪の毛で、ね、器用じゃないからさ、察してください。私は上にポニーテールするのをおすすめします。あと麦わら帽子には三つ編みとかも使わないですね。あ、うん、次の質問は、夏におすすめのコーディネートや流行りの服の色を教えてほしいです。あと、みんなが学校にしていく時の髪型と休日の時によくする髪型を教えてほしいです。ピンクラテ大好きです。あと、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。夏におすすめのコーディネートか、私は衣替えして夏服出すとオフショルばっかり出てきて、めっちゃびっくりします。持ってる服が半分以上オフショルです。私は冬とかは白黒が多かったんですけど、夏になるとやっぱ白黒だとちょっと重たくなってしまうので、ワンポイント色を入れてみたりとかしたらいいと思います。夏は水色と白の組み合わせとか、オフショルワンピースとかいいじゃん。あとなんか冬は女の子らしいの着るんですけど、夏はボーイッシュなの着ますって言ってる人がいました。言ってる人がいました。あ、それではない。私は明るい色を入れたら良くなると思います、みんなが学校にしていく髪型は？私は中学校耳より下じゃないとダメなんで、基本一つで結ぶかツインテールか三つ編みです。私は一つ縛りと眉毛に前髪がかかったらいけないので、ねじって止めてやってます。私は基本的にいつもボサボサなんですけど、たまに三つ編みとか二つくくりをしています。私は高すぎず低すぎずのポニーテール、前髪はメリカから上げる、それでいいので、本当にね、学校だとね、普通にダサい女の子です。そんなことはないと思う。友達と遊ぶときに絶対することは、はてなはてな、写真撮る。あ、こういうコードやります。あ、はい、着回しできるアイテムは教えてください。ハート。おしゃれを極めるには雑誌を読む。着回しできるアイテムは帽子、シャツ、チェックシャツとかだとそのまんま着ても可愛いし、腰に巻いても可愛いし、羽織として着ても着れるので、着回しが効くと思います。自分を食べ物に例えると、うどん、なんだろう、自分食べ物、どら焼き、牛乳、何っぽい、じゃがいも、じゃがいもです。丸くて小さいから、丸くて小さい。ウェブモになって良かったことは、みんなに出会えたことだよ。出会えたことだよ。出会えることだよ。スタイルキープの秘訣は、自分の将来の夢は、ピンクラテ TV の撮影なので一番楽しかった撮影は、スタイルキープは先ほどトライさせていただきました。将来の夢、動物が大好きなので、将来は獣医さんになりたいです。モデルさんとして活躍したり、ダンスとか得意な女の子になりたいです。私はダンス&ボーカルのグループに入って、いろんなところで活動することです。マルチな獣医さんになりたいです。ピンクラテ TV の撮影なので、一番楽しかった撮影はイヤホン。あ、全部楽しい。全部、全部です。みんながモデルさんになりたいって思ったきっかけは、私は小学校低学年の時に初めて雑誌に載ったことがきっかけで、楽しいなって思い
を始めてモデルさんにもなりたいし、ダンスも歌もやりたいなって思い始めました。私はお姉ちゃんがモデルやってて、私もやってみたいなと思ったのがきっかけです。じゃあ姫香はお母さんの友達に誘われてやってみたら楽しいなと思って、楽しいからやろうって思いました。おばあちゃんが勝手に応募した地元のファッションショーに合格して、それで出たのがきっかけで、もともとね目立つのが好きだから有名になりたいって思ったのがきっかけです。憧れのモデルさんは？いすぎるよね、ほんといすぎ、いっぱいいすぎて、いっぱい。あ、自分の憧れの人は広瀬すずさんと清野菜名さんと長澤まさみさんと石原さとみさんです。七尾さんと広瀬すずちゃんと横田真由ちゃんと草野聖花ちゃんとかのんちゃんと、うん、めっちゃいるんだよね。私は浜崎あゆみさんです。私は藤田ニコルちゃんです。うん、めっちゃ可愛い。はい、では最後の質問です。4人の中で一番の自由人は誰だろう。4人の中で一番のお人よしは誰だろう。4人の中で一番気配りするのは誰だろう。さあ誰だ、教えて。音符いっせーので誘うよ。まず自由人、いっせーので、ひめかです。ひめか一番のお人よしは、いっせーので、誰アリアちゃんかな。アリアちゃんね。で、4人の中で一番気配りするのは誰だろう。せーのーれ、ももか、ゆうありだね。うん、え、みんなももかさしてるかと思った。なに、これは何二人。はい、質問コーナーありがとうございました。ありがとうございました。たくさんの質問をいただいてありがとうございます。嬉しいです。と第2弾やりたい。やりたいね。またいつかやる機会があったら皆さんたくさん応募してくださいね。お願いします。お願いします。今日の動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。